今回は第1ステージのラストです。なので、最後に強そうなボスが出てくるでしょう。きっとカービィが食べます。もし食べれたらこのゲーム終結だろ。モードは前回同様、アンブレラです。おっと、強そうな敵。これはセミかな？このクワガタだろ。この大きくなった方は、上からの攻撃から味方を守る技です。味方今いないんですけどね。なんかかわいそうだな。よっしゃ、倒した。ハチマキが出てきたからモードチェンジするよ。これはファイターモードで、格闘家みたいな動きができるみたいだぜ。強気に探しすぎだわ。うん、この壁の向こうのアイテム取りたい。こんな時はフレンズ能力だな。え、持ち上げて。発動した。これはぶん投げフレンズだー。あれ、遅い？思ったより強い。さて、射程バイバイポイントが来たので、そろそろボスです。あ、さっきのクワガタもフレンズ扱いされてたんだな。何が出るかな？何が出るかな？今回使えるモードは、ファイターと、カッターと。あとはアイスみたいですね。カッターで行きましょう。そしてこのステージのボスキャラは、こいつは、ドドド大王だ。いつもよく寝てるわ。目が赤い、こいつも操られてる。すごい弱そう。なんだろう、前回の樹木の方が迫力があった。デデデ大王は本人は気回りだからな。昔アニメで見た限りでは、デデデ大王はカービィにもてあそばれてる感じだった。いや待て、画面の前の君はまだ生まれてなかったり。確かにアニメって日韓ワールドカップの時代だもんな。これぞまさに、ジェネレーションアップ。おっと、デデデ大王が？え、嘘だろ、めっちゃムキムキになったー。まさかこんなムキムキになるなんて。あ、でもムキムキになったのは上半身のみ。ワンピースのギアフォースみたいな変身だな。確かに、でもあれめっちゃ強いからこのデデデ大王もヤバそう。カービィの体力が消耗してる。相手の体力まだ半分以上残ってるよな。おっと、今度はウホウホコンブコンブからの。いやウホウホコンブコンブってなんなんだよ。地面叩きつけ攻撃みたい。地面ぶっ壊しやがったー。こいつどんだけムキムキなんだよ。あーもう上空が意味わかんないよ。なんなんだよ、柱でブルブルするとかボールダンサーかよ。圧倒的キングコング感。でも、ガビは負けない。なぜなら、この相手がデデデ大王だからだ。デデデ大王に対するリズム感がないな。さあ、これでラストだ。いやどんだけ突っ込むんだよ。デデデ大王、撃破。